ということで、今ガンジス川の近くまで来ました。なんか横からインド人の日本語喋ってる人からめっちゃ話しかけられるんですけど、なんでそれはちょっと無視して、無視やったら意味ないだよ、インド人ってから、インド人のことを話したらいろいろ勉強もなるから、あでも今日は風があるから涼しいですね。ちょっと向こうの方とかに、歩いていこうかなと思うんですけど、ここ夜お祈りやってる、7時まで始まって8時までやる。でも向こう行くので。この人知ってる？知らない。日本の YouTuber 知らないですか？知らない。マンペとか知らない。水原希子とか知らない。なんでどこまでなったんですか？ I don't wanna talk. I don't wanna talk, but he always comes. 書いてよ。ということで、インドに来ると必ず日本語喋る人から、最近あれはですね、なんか YouTuber の人が来たとか、なんかそういう手口で騙してくるんですね。怖っ。なんかしかもちょっとムカつくんですよね。なんかインド来てインド人と話さなくて何しに来たみたいな。なんか騙されるインド人、ここにいる日本語喋る人みんな騙してきますから、そんな人と喋って、なんか高いもの買わされてとか、もうもうずっと前からそうなんですよね。だから本当にああいう面倒くさいなって思った人とは話さないとか。でもなんか話したくないって言っても話しかけてくるのがインド人だから、気をつけないと負けちゃうともう終わりって感じですね。あとムカついちゃうと終わりって感じですね。あムカつく。でもめっちゃ、でもそうだ、これがインドだってめっちゃ思い出しました。ボートツアーに参加してるインド人の人とか結構いるんですね。なんか集団で参加してるのかな。でここの通りはまたお店になってるのか、なんかおでこになんか塗ってもらったりしてます。あ今日は風があって涼しいわ。なんか初めて22歳の時にインドに来て、でインドに2回目だったんですけど、2回目はバラナシのガンジス川に行ってみたい、どんな景色が見てみたいっていうので来たんですけれど、今回はまあ人生2回目の20代後半でまたインドのバラナシに来たっていう感じなんですけれど、なんか今ここにいる時は何を思うとかなんか特にないんですけど、ここを離れてちょっと経つと、あこの場所はなんかこういうとこだったなみたいなのをこう振り返って自分で思ったりとかして、なんでこのね動画がその記憶の一部になったらいいなと思いつつ、また35歳とか40歳とかでこの動画を見て振り返った時にこうなんかどういうふうに思うのかなとかっていうのがちょっとどうかなって思います。でもねここにずっといると話しかけられて仕方ないんだね。あ、こんにちは。なんか彼ずっと話しかけてきたでしょ。はい。彼仲良くなりたいみたいで。仲良くなりたくない。なりたくない。あんまりそういうの知らない。嫌いインド人のこと。しつこいしつこい。あれどこ泊まってるんですか？俺ヨグホステルっていうすぐそこ泊まってて、まあ今日出ちゃうんですけど。あ今日もう出るんですか？今日出ちゃいます。2時間後ぐらいに。あ、電車で？空港行ってムンバイ向かって。あ、ムンバイ行くんですか。はい、で最後でもう日本帰っちゃうんですよ。あ、そうなんですね。昨日聞いて今日帰る。あ、そうなんですか。すごい日本人の人にたまたまやっぱ会うもんなんですね。こういう有名な場所に行くとローシーズンでも誰かしらはいるんですね。すごいみんな沐浴してるのかなこれね。沐浴してる。で私は体がガンジス川の体じゃないから菌がね多分ダメなんですよね。Indian price. Indian price. Yes, go there. You picture, maybe go round. And Indian price. One people. Yeah, I have a small boat. You one people by go round and come here. How much? So how many time? Half hour, 1 hour. Maybe 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes you going separate. Maybe I 400 rupees. You separate. 400? Yes, separate. Not another people, only you. Alone. Together, so, okay. So group price 200 each. Group? 200 each, group price. So you will find other people, tourists? Yeah, so but you separate, I 400 rupees. Okay. You separate, not another people. Go maybe round and take picture, I come here. Okay, so what time? Half an hour, 30 minutes. What time? Now. Now? Yes, now. Very good time. You can see many people go around, maybe all garden and take picture. Not only one, with people. Another people. But I don't have friends, only me. Only you going, maybe I have a small boat. You can see? Yeah, but it's 400. Yes. 200 group, okay. So 200 group, maybe I 20-25 people. But you, yeah, I have big boat. This is big boat. なんか30分200ルピーでなんか30分グループだと200ルピーで1人だと400ルピーって言われました。なんかボート前に乗ったから乗らなくてもいいかなって思ってて。なんでちょっとどっちでもなんかグループツアーとかがあったらいいんですけどね。なんか1人で乗ってもあんま楽しくない。から前に乗った時は香港人の人がなんか3人グループかな、なんか寿司カフェで知り合って、でそれで一緒に朝乗せてくれて、で4人とあとそのビケシュさんとその友達と乗ったんですけど、それはすごい楽しかった。まあ、今日はバラナシ奥まで行こうかなと思ってる感じです。でお昼はモナリザっていうところでピザを今日は食べて、それで夕方3時ぐらいに待ち合わせって感じかな。すごいなんかこういうところもありますね。地形の歩き方見ながらここは何々寺かとかそういうのもいいんですけどね。でもせっかくだったらなんかあんまそういうのずっと見ながら歩くよりもゆっくり歩いてる方でいいかなということでただ歩きます。多分探そうと思ったらグループツアーがあると思うんですよね。まあどっちでもいいかなっていう気持ちなので探してもいないんですけど、あ、ここもボートですね。うわ、怖っ。今日は風がありますけど、普段はもっと暑いから、そうするとあんまり人も多分これぐらい今日ぐらいが多分その今のシーズンのこの時間11時12時ぐらいの人の集まりなのかなと思います。鳩がめっちゃいる。あ、でも全然人いないですね。前に1月来た時はここでそこでチャイのお店があって、ここにたくさん人がいまして、でここのあそこで私多分そのビケシさんっていう人ともうソヌさんっていう人かな、2人と写真撮った覚えがある。当たり前だけど5年経っても同じ場所はこうやって残り続けるんですね。ほうほう。あの時はまだ本当に初めてインドいろいろ一人で回った時で、すごくなんかこの景色全てが新鮮だなっていう気持ちが溢れてたんですけど、なんか2回目来るとちょっと落ち着いちゃいますね。まあそれはそれで、まあ、今はこの中にいるからそう思うのかな。今このガンジス川のここで座っております。なんかスロベニアのなんか外国人からなんかこのアドレスの紙もらったんですけど、なんかメールしてって言われたんですけど、なんかもう今時紙で渡す人っているんですかね。まあいたのか。なんか今ここに座ってる間、インド人のなんか男の人が英語で話しかけてきて、最初はよくて、なんかそのスロベニアの人とそのインド人知り合いらしかったんですけど、なんか多分インド人は私と話がしたいのに、そのスロベニアの人が私とずっと話するからだんだんイライラしてきて、なんかちょっと様相がおかしくなってきたんで、私は一回離れてまた戻ってきたって感じなんですけど。結構インドはそのなんかインド人の、なんか日本人とか女の人とかに対してやっぱそういう被害が結構あるっていうのもね、ニュースで見ますし、まあ難しいですよね。なんか仲良くなるっていうのがやっぱもうなんかすごく危ない国だなとは思います。なんかインド人信じないのとか、なんかインド人から言われるんですけど、だってインド人がそういうことをいっぱいしてるから、だからそういう風になっちゃってるんじゃんって思うんですけど、まあもう他人のこととかも考えてませんからね。まあそんなこともどうでもないんですよね。自分がただ外国人とこの日本語っていうツールを使って仲良くなってお金をちょっとでも稼いで、自分の生活を稼いで、多分それしか考えてないんですよね。まあでもそりゃそうですよね。なんかグループボートのツアーとかあったら参加したいけどな。なんかプライベートだとなんか2人だけだし、ちょっと2人だけっていうのもあれだから、まあ、もし見つかったらね、明日の朝とかわかんないけど、もしあったらまあ参加できればなという感じです。こっちの方は特に何もないというかあれなんですけど、こっちの左の方を奥に行くと火葬場があります。火葬場は午後ちょっと見たいなと思うんですけどね。とりあえず客引きが多すぎるんで、午後そのビケシさんって人は大丈夫だと思うんですけどね。なんか前すごいお世話になったんですよ。香港人の3人の多分ツアーガイドみたいなしてたのかな。今回はちょっと会うだけなんですけどね。なんかその時火葬場行こうかな。まあ、ここも半分以上なんか聖地だけどやっぱ観光地でもあるから、だからやっぱり火葬場とかもねいっぱいそういうね観光客来ますしね。でも現地というか、まあ、ここに住んでるインドの人たちにとっては、ね、そういう神聖な場なんですよね。だからそこはちょっと気持ちあれですけど、観光っていうよりは人の一生が終わった場所を見に行く、人がその焼くところを、まあ、見ることになるので、こう観光で行くっていう気持ちというよりはなんかその人の一生を終えたそのなんか最後をこう見に行くみたいなこう気持ちで行きたいなとか思います。なんかちょっとお腹も空いてきたんでご飯食べに行こうかな。モナリザっていうとこのピザが美味しいらしいんで、ピザ見に食べに行こうかな。ん？ Yes, too hot. フリー？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 ジャパンどこ？東京？東京。What are you searching here? What are you searching here? Not searching. I have Pune. Ah, you have Pune. めちゃめちゃ安い。安い。火葬場見て、火葬場。なんか現地の人がこうやって観光火葬場とか言うってね。なんかまあ観光地になんかまあ難しいんですね。もうミックスしてるんですよね、すべてが。I came here 5 years ago. ああ。Same place. ああ、same place. ソヌさん。ソヌさん。ソヌさん。いやいや。I know ソヌさん。ソヌさん here. Ah, there. Both. Ah, yeah, both man. Sonu. Yeah, Sonu. No hair. Yeah, no hair. そうそう、no hair. そうそう、人 no hair なんです。あ、でも本当今シーズンじゃないからバラなし人が全然いないですね。外国人もいないし。あ、でもなんか1月3月に来ると人がいっぱいすぎるから、こういうバラなしを経験できるのもいいのかなと思います。バター。हाँ ये टेढ़ा हमें लगा था, हमसे कोई सही से बतिया वाला था, मुझसे सही से बतिया टेढ़ा बस बोले तो टेढ़ा भी बोले हमारे बता दो जाओ ना भाई। じゃあこれからご飯食べに行こうかと思います。ピザ。それじゃあ迷路の中に入ってお店まで行きたいと思います。インターネットを見ながらね。お店もあるんですけど。はい、それではモナリザカフェ到着しましたのでご飯食べたいと思います。はい、ということで、今昨日も来たモナリザのレストランに来ております。このモモを頼みまして、これを食べようと思うんですけれど、席のところに日本人のヒロシさんっていうインドを旅されてる方と会いまして、ちょっとお話をしておりました。そしたらなんか私がメキシコのオアハカで知り合った北村さんとなんか季節農業で梅の収穫で一緒だったらしくって、ちょっといろいろお話をさせてもらっております。はい、っていう感じでご飯を食べつつお話ししてます。これがどういう感じで動画になるかわかんないんですけど。YouTuber そうなんですかね。そんなたくさん人いないです。ああ、まあまあ知り合いが。あとちょっと見てくれてる人が多少いるぐらいです。まあ、アンプ確認になるね。そうです。あ、でも全然アップしてないんですよ。ああ、そうです。してないか。とりあえず撮ってて。ああ。なんでこれからやんないといけない。あ、すごい。普通のシューマイだわ、シューマイ。ママ。なんか、コルカタで、チベット料理食べしたんですけど、これめっちゃ美味しかったんです。コルカタのチベット料理屋さん。仕事辞めてからYouTube やってて。副収入とかそういう感じで。どうですか、調子は。調子は半年ぐらいやって収益化して、でその後も投稿してたんですけど、ちょっと出かけてから全然やっぱ移動となんか日々がやっぱいろいろやってるとなかなかできなくて。うん。チキンも普通に美味しいかな。別に大したことは言ってないんですよ。だからこの動画をどうやって編集しようかなとか、どういう風になるかは分かんない。なるほど。いやいや、面白いなと思って。なんかこんなことやるタイプでもないんで、なんかすごいぎこちないんですけど、まあなんとかやってまあやってりゃなんかこうね、その形ができてきたり、継続は力入れ。え、名前なんですか？あ、私ミワです。ミワさん、あ、ミワさん入りましたね。初めまして。そうか、いいんじゃないですか。で、インドでやばいやつにやったとか、なんか屋台のやつあるじゃん。ね、YouTube も面白いね。屋台でやばいやつ、なんだっけ、インドでやばいやつなんだとか、有名な YouTuber の人いるじゃん。なんか屋台のなんか動画とかで。ね。いるんですか？めっちゃ有名じゃない？わかんない。わかんないです。わかんない。名前なんて言うんですか？名前は僕もわかんないです。有名な人いて。なんかゲストハウスで一緒だった男の子がなんかすごいここのピザはガーリックがめっちゃ効いてるから食べない方がいいですよって言われて、なんかそうやって言われるとなんかどんぐらいやばいのかなと思って、なんか食べたいなって思いました。あ、おいしい。あー、すごい。おー、あーわー、てか辛くないですか？辛いですね。辛いですね。まあでも、まあまだマシじゃない。これガーリックが辛いんですかね。なんだよ。やっぱちょっとチリっぽい。なんか入れてるんですかね。めっちゃガーリックが効いてるのとなんか辛いですね。結構何でもかんでも辛いから、ノースパイシーってやっぱ食べる前に言わない、オーダーする前に言わないですね。これでも抑えてるんじゃないかな。はい、ということで、今ですね、今日3時半からインド人の友達のビケシさんと会う予定だったんですけれど、なんか道で偶然会いまして、今ラッシー屋さんに来ております。5年ぶりに会いました。ビケシさん。 Your name? ビケシ。あ、ビカシ。今から一緒にラッシーを食べて、ちょっとお話ししてガンガンの方に行こうと思います。で、少しガンガン朝行ける。ここはババラッシーというお店で、すごく有名なんですよね。今この中でラッシー、ヨーグルトとなんかいろんなものを混ぜて。こういうなんか壺の中で作るの。ヨーグルト。Just yogurt. Yogurt and sugar. あ、sugar。ああ、ミックス。じゃあこれを、ね、食べに待ちます。ああ、こんにちは。はい、これがババラッシーで食べられるラッシーです。このヨーグルトに砂糖水みたいなのを加えてバナナが乗っています。こんな感じでこの人が作ってます。これで60ルピーですね。なんで80円とかかな。イエーイ、チュー、チアーズ。いただきます。あ、めっちゃ美味しい。美味しいテイスティン。もうめっちゃ美味しいんですよ、ババラッシーのこのラッシー。めっちゃ美味しいです、甘くて。すごい美味しいババラッシーを5年ぶりに食べたんですけれど、この方がババラッシーのオーナーですね。ババさんらしいです。で、この方が美味しいラッシーを作っております。ありがとう。この奥にいる子はババさんの息子で、もしかしたらオーナーになるかも。じゃあこれからガンジス川に一緒に行こうと思います。Thank you。はい。あ、no, pay money. I only pay. You are guest. Thank you. Okay. So let's now. I take you in the same way. Like last time, I take you back. Yes. 1 minute.やっぱなんか現地に知り合いがいると結構楽しいですね。何か5年前行った時は本当に全然知り合いがいなくて、この寿司カフェっていうババラッシーのすぐ近くに日本食とか韓国料理とかが食べられるお店があるんですけれど、ちょっと今その人は田舎に帰ってるらしくって、30日までちょうどいないんでちょっと食べれないんですけど。で香港人の人とその当時知り合って、でそのなんかガイドでこの今いるリカシさんっていうと知り合いました。はい。じゃあこの一緒に前回5年前に歩いた道をもう一回歩こうと思います。イエーイ。こんなところに、犬がいるので要注意。So is this the way to Ganga River? This is the way. Last time, before going to railway station, I take you with the same way. Ah. So we start with Ganga same way. Ah, same. Oh. 懐かしい。この方は普段外国人の人向けのガイドをやっているみたいですね。でその香港人の人たちは多分そのガイドで知り合ったのかな。私はなんか便乗してそんなに連れてってもらって、でそれで知り合いました。So yesterday, Varanasi was rainy. Yes, yesterday was rainy. Yesterday was last day. Oh. Fair. やばい。そうすごい牛が飼う。そうこれがバラナシですね。道の途中に牛がいるっていう。じゃあこれでガンジスリバーの方に行きたいと思います。すごい。あ、this is the way to Ganga。なんか5年前もここ通った気がします。なんか香港人の人たちとみんなで川沿いを歩いたんですよね。すごっ。もう全然道が迷路見えましたね。そうここさっき午前中いたところですね。戻ってきた。大回りしなくてもこうやって行けるんだ。おー、ガンジス川に戻ってきました。そう、ここで写真をね、We took photo. Yeah, together. 懐かしい。すごい。But this time not people. Because this time very hot now. Ah, hot now. In the evening many people. Ah, okay, evening. Okay. Ah. 今時刻は3時です。今アグラもめちゃめちゃ暑いから素足で歩けないぐらいだから、朝日が昇る前に行くしかないっていう感じみたいです。But today still windy because of yesterday rain. すごい。Sometimes I talk with Hong Kong people, three people. Do you remember three people? Yeah. From Hong Kong. They were four people. Last time they were four. Really? Yes. In pictures they were four people. Really? Yes. Quadrangle guest house. Very hot. So after 6 o'clock, little bit crowd. Ah, 6 o'clock. So evening. Yes. When weather gets cold, people come. Ah, I see. Wow. And now they color building in one color. Every building one color. Ah, every building one color. Yes. Same color everywhere. Ah, why? Heritage. Ah, heritage. Ah, ここ世界遺産らしいです。World heritage.They want to make like in Jodhpur, in Rajasthan, city called Blue City. Ah, Blue City. Every building blue color. Jaipur, Pink City. Every building pink color. Varanasi, heritage, like an old city. So old look. That's why this color brown. Ah.みんな街ごとに色を作って、ジャイプールだったらピンクシティとか、ここだったらそのなんか遺跡の街っていうことで、こういう黄土色みたいな色で統一してるっていう感じらしいです。じゃあこんな感じでちょっと歩いてね、行きたいなと思います。はい。Just little. A little? To get blood only. Look that big one here. Ah, honto da. That one. The big one. Easy to recognize. Ah, yes, yes. そう、ここはイスラムエリアなので羊がたくさんいるみたいです。すごっ。あ、many goats。ああ。奥で火葬場がやってますけど、ここはビデオはちょっと撮っちゃいけないからちょっと撮らないです。メニゴーイスラミックエリア upstairs あ、upstairs like those house behind that yes I see すごっ OK でさっき一緒に火葬場を見て燃えてる人をこう、見ていたんですけれど、でもなんかその亡くなった人の子供とか奥さんとかお父さんとかお母さんとかそういう人が亡くなった時はその喪主みたいな人は白い服を着て、でそれでここ髪の毛とおひげとか全部剃って、それでなんか一つ壺を持って燃えてるところを見てる感じなんですけれど、実際にそれで周りに家族とかがいて、でその燃え終わると最後燃やした後にちょっとだけその大きい骨が残るらしくって、でその骨はガンジス川に投げるでらしいんですね。でその後その持ってた壺にガンジス川の水を入れて、でそれで燃やしてた場所に水をかけて、それで全てが終わるっていう感じらしいです。そこは動画で撮れないので、ちょっと撮ってないんですけど、なんか泣いてる、ちょっと泣いてるけど、でもなんか泣いたらいけないらしくって、それでこうずっとその日を見てる、なんかその姿がちょっと印象的だなと思いました。今私たちはこっちのまっすぐ歩いております。すごい。ここのガンジス川でみんな泳いでますね。スイミングクラス。あ、スイミングクラス。ああ、イエス。すごい。ここにいる子供たちスイミングクラスらしいです。ガンジス川の。へえ。スイミングクラス in ガンガン。すごい、タイヤが浮き輪になってますね。If we swim in Ganga, I will get sick. No? いや、絶対なるでしょ。No sick? Don't drink water. Ah, yes, yes. Don't drink water. And no open eyes. No, open eyes no problem. Eyes get clean, but if water go inside, so maybe you get for you, not for us. We drink Ganga water. For us, no problem. Ah, okay. すごい。あとは言っても危ないから私は飲みませんし泳ぎませんけどね。Many Japanese people they want to swim in Ganga. Yeah, many people, but I don't want. Don't do. If you don't want, don't do.If you want, you can. If you don't want, don't. Yeah, yeah, yeah. 今バラナシはこんな感じでオレンジのガートが立ってるんですけど、これは今暑いからみんなインドの人がバラナシのガンジス川に遊びに来るらしいんですよね。でそれでここから先は深くなってるんですけど、それにが分からなくっていつも毎日誰かがなんかそれで死んじゃってるらしいんですよ。でそれでこういうオレンジのガードが立ってるらしいです。で今のシーズンだからっていうことなんですかね。はい、今時刻は、6時を過ぎまして、5年前に会ったこのソヌさんっていう方と久しぶりにまたガンジス川で会いましたその方はボートで働いてますね、はい、ボートはい、あなた覚えてるじゃん、いや覚えてますよこの2人覚えてますリメンバーニューという感じで久しぶりの再会をしつつ、ちょっとねこんな感じで過ごしております。ナマステ。今時間がねもう夕方になったので、ボートがすごく活発に動き出しております。これからプジャーがあるのでそこに最後集まる感じでボートツアーがあるのかなっていうようです。夕日が落ちてきて空がちょっとピンク色になってます。ここでチャイを飲んで休憩します。ここで炭で温めてるんです。あ、Thank you。ちょっと暑い。レディーファースト。ホット。ホット。うん。オッケー。Cheers。Cheers。イエーイ。Thank you. Just keep here. Ah, okay. ちょっと暑いんでもうちょっとこっちに。はい。ここは午前中に来た場所です。朝そこで座ってましたけど、今はここでチャイを飲みます。ソヌさんも来ました。チャイをいただきます。熱いけど美味しい。美味しいです。このリュックはね。ये नहीं हो तो मम्मी से बात कराओ पापा बनाएंगे या चले ये छोड़े ओए सी ओचाना मु ओचाना लाओ लाओ ओए सी नेस याはい、ちょっと時間が7時半くらいになりまして、今向こうではプジャーが行われております。せっかくなのでそれを見て帰ろうかなという感じです。夜ははこんな感じでね、ボートがいっぱい並んで、みんなそこからプジャーを見ているのがバラナシの日常になってますね。Almost finished. Almost finished? They are doing with a candle. Ah. 今7時40分で、もうそろそろなんか終わりっぽいです。Tomorrow I will show you from better place. Ah. So tomorrow I will ask my friends. They want to take on board or not. Okay, no problem. Even they want or not. Yes, yes. Better was this one. Less crowd. This one alone. More quiet, more peaceful. 歩いてまして、疲れたので終わりにして、明日またボートにソムさんのボートに乗って夕方ガンジス川を見ていこうと思うので、また明日もね動画作りたいなと思います。じゃあありがとうございました。